ははいそれでは本日は二級建築施工管理技師の学科試験令和元年前期問49番平成30年後期問49番平成26年平成24年問24番について解説をしていきたいと思いますえ問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください今回の問題はですね放棄の建設,建設リサイクル法という問題になります、まあ、こちらの問題なんですけども4つ一気にやっていくんですが一番ちょっと注目してもらいたいのはこの 4, 4つの 都市一気にやっていくんですけども、該当しないもの、該当するもので分かれていったりするので、こちらだけちゃんと文を見間違えないようにしていただければと思います。この建設リサイクル法なんですけども、建設工事にかかる資材の再資源化等の関に関する法律のことを言うということですね。この、えー、ものなんですけども、建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により、 得られた建設資材を使用するように努めなければならないリサイクルしてくださいねと言ってるのが今回の問題になりますそして今回非常に重要になってくるこの4つ暗記になるんですけども、えー、覚えていただく必要がありますこの特定建設資材ですねこのようにですねリサイクルしてくださいねというものになるんですがまあ、これはコンクリートそしてコンクリートおよび鉄筋からなる建,建設資材まあ、これ RC の鉄筋コンクリートのことを言うということですね そして木材。そしてアスファルトコンクリート。この4つが建設、特定建設資材になるので、こちら暗記になってしまうんですが、覚えていただければと思います。あとはですね、ちょっとこの3番注意事項なんですが、平成30年後期の問い49番に出てくるんですけども、このパーティクルボードと書いてあるんですが、これはですね、木材になるので、こちらは一緒にちょっと付属して覚えていただければと思います。ではですね、これを踏まえて、この 4つを暗記していただければ、えー、解ける問題になるので、1個1個サクッと説明していきたいと思います。この令和元年に関しては、えー、該当しないものはどれかという問題なので、この4つのうち3つが該当するものということになります。これ、1番に関しては木材と書いてあるので、もうこの部分で正解と。そして、えー、木材、えー、に称して石膏ボード。なちょっとこれ1回置いときましょう。そして、えー、コンクリート。これ、駐車場のコンクリートと書いてあるので、これはコンクリート正解。そして、駐車場の解体的に伴うアスファルトコンクリートの塊。 ここに該当するので、この2番以外、2番の石膏ボード以外が全部該当してくるので、答えが3番、2番という形になります。そして次に、令和、平成30年後期なんですけども、こちら逆に対応するもの、該当するものはどれかという問題なんですが、まずこの先ほど言ったパーティクルボードが1番に出てきます。このパーティクルボードは木材なので、もうこの時点で正解と。あとは、モルタルとか。 アスファルトルーフィング、そしてセメント瓦などが出てくるんですが、まあ、こちらは該当しない材料になるので、えー、平成30年に関しては1番が正解となります。そして平成26年に関しては、こちらは、えー、定められていないものと書いてあるので、えー、間違っているもの、この4つの中に入っていないものはどれかという問題です。1番、これはですね、令和元年にも出てきたアスファルトコンクリートの塊、4番が入ります。そして、えー、こ,のこの場所打ちコンクリートの杭のコンクリート塊と出てくるので、こちらに関しては、 この1番が出てきますと。そして次に3番に関しては、木材住宅に生じた木材ですね、木材の破材、炭材ですね。これは3番が該当してくるので、こちらも入っていないという流れになります。入っているという流れになります。そして最後に粘土瓦という言葉が出てくるんですけども、こちらは特定建設資材に入ってないので、この平成26年に関しては4番が答えになるということですね。そして最後、平成24年。 こちらもですね該当するものはどれかというものなので、この中で特定建設資材に入っているものはどれかという問題です。答えから言うと、この2番、えーえー、家屋の解体工事に伴って生じた木材、この木材3番が入っているので、これは正解という流れになります。あとは土砂であったり、汚泥、そして金属物に関しては該当資材、えー、該当しない資材になるので、こちらは,は、えー、不正解になるということですね。 今回の問題なんですけども、この4年間、4回の問題でですね、木材だけ全部出てますと。そしてこのコンクリート及び鉄筋からなる建設材、建設資材、RC のものに関しては出てきてない。それ以外に関してはまんべんなく出てきているという形になります。なので、まあ、あの、基本的にはここの4つ覚えていただければ、そしてパーティクルボードですね、これも覚えていただければと思います。そして逆に該当しない材料に関しては、どの年もですね、全部別々のものが出てきてます。1回も被ったことがないので、 該当しない材料に関しては、もし次の年、次、また新しい問題が出た時に、該当しない材料として、えー、新規の、えーまあ、材料が出てくると思うので、こちらも注意していただければと思います。なので、まずはですね、この1番から4番まではしっかり覚えていただくと、えー、次の年、いつ出てくるかわからないんですが、その時に対応することができるので、えー、こちらもしっかりと覚えていただければと思います。それでは今回の問題、令和元年に関しては答えが2番、平成30年は1番、26年は4番、 24年が2番となります。